じゃあ今日マゴチ釣りですが、意気込みの方お願いいたします。いきなりかい、はい、挨拶言うたよ。あ、すいません、おはようございます。おはようございますから、そうだ、おはようございます。失礼しました。おはようございます。おはようございます、はい、いや初めてのね、マゴチなんですけども、なんか結構難しいって聞いたので、なんか、まあ一本釣れたらいいな、まあ最低でも一本は釣りたいな、っていうか釣るぞという意気込みで頑張ります。じゃあ本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。行こう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 。釣れないこともありました。この船ではないです。あ、そうですか。プレッシャーかけないでください。じゃあこの船にとっては絶対釣れるってことですね。わかりました、安心しました。坊主は絶対ないってことですね。よかったです。よかった、今日絶対釣れるな。よかった、今日は絶対釣れます。出ますね、ごめんなさい、遅くなりました。出ます。船の屋根を畳んでいます。オーケー、はい、すごい畳んでる。下がったのすごいですね。うわ、怖えー、うわ、怖えー。うわすごい。信じらんない。うわすごいな。あれ、ちょうどあの奥が、今ちょうど正面ぐらいの豊洲です。なんとここで餌の調達をするらしいです。内藤さん、いよいよですが、いや寒くなってきちゃった。でも今日船で一番乗りでしたから、ね、見た。うまい。エビ向いてたら来ました。はい。はい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 。はいはい。俺二杯分ぐらいある。めっちゃあります。あといや何もない。一応置いてきます。はい。
乗ったりしてほしいよ。あげるよ。ゆっくりゆっくり。ジンクスがありますかね。はい、では最末のエサ55食べました。エサのエビを、何もつけなくても美味しい。バレたチクショ、悔しい。あれ持ってかれたか。うわー悔しいね。今完全に合わせたんですけどね。来てますバレた。チいや、ここでもいますね、いますね。あー、食い逃げされました。ただここ来てますよ、来てます。よかった。ありがとうございます。おお。まあ本命じゃなかったんですけど。おお。やった。はい。よしよしよし。ちょっとグッと前出して。あ、いい、あ、いいですね。気持ちだけ。やったー。オッケー。はい、それでは内藤さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、まごち、なかなか難しかったね。だけど、なんとか、1本と、はい、1枚。はい。シャメがちょっとすごい良かった。まあ、今日まごち釣りですけど、まあまあ、1本とこのシャメ釣れたんで、坊主でもなかったし、良かったと思います。はい。今回もありがとうございました。いや、ありがとうございました。また、よろしくお願いします。